拘置所に収監されてる時に大騒ぎになったんですけど、保釈っていう制度がありますよね。まあ懲役太郎何度もして申請したんで全部却下になってるんで保釈になったことはないんですが、その拘置所に例えば佐藤一郎さんという名前の方と、もう一方佐藤一郎さん、年齢も違う、違わないぐらいの佐藤一郎さんが二人いた。それで片方の佐藤一郎さんに保釈申請を出して決定になったということなんです。ところがどういうことかというと、間違えて出してしまったということが本当にあったんですよ。これ自分なんかも友達やりとか他の人を保釈申請して迎えに行ったことがあるんであれなんですけど、出てくるの待ってるわけですよ。だけども裁判所にお金を納付して、もう大丈夫ですよって言ったら迎えに行ってあげないといけないですよね。で、多分その親族の佐藤一郎さん A の方の親族が迎えに行ってるんだけど、片方の佐藤一郎さん B の人は突然ですよ。出ろって言われて、荷物まとめてって言って、領地の係まで行って、もう保釈になったからって言われても、っていう感じで、なんだろうと普通は言うんですけど、その人言われるがまま出て、門の周りをうろうろして、どうしようかなって言って。っていう感じで いたらしいですよ。ただもう片方の佐藤一郎さん A の人は全然出てこないけど、どうなったっていうことになって、間違ったっていうことで気がついて、刑務官が慌てて出てたらうろうろしている佐藤一郎 B さんを捕まえてって言っても、この人悪いわけじゃないですもんね。出ろって言ったら出されちゃったわけですから。